翌日。来ない、妨害噴撃、返事が来ない、なぜだ、どういうことだ、鈴木優奈は私たちの仲間に入りたくないのか。おいおい、そんなに慌ててハンバーガー食べるな、喉に詰まらせるぞ。半分アメリカの血が流れる私にとってハンバーガーはソウルフード、喉に詰まらせるなんてありえない。はい、ジュース。しかし、なぜ返事が来ないんだろう。まあ、まだ1日しか経ってないだろう。焦らず、もう少し待ってみたらどうだ。うん、そうだね。また翌日。今日も来ない、寿司役は、うどんが美味しい。怒るのか食うのかどっちかにしろ、まだ2日目だ、もう少し待ってみろって。さらに翌日。来ない、ソービットモク、タコバン美味しい。たこ焼きのようでいて、この食べ応え、上に乗ったマヨネーズ、青のり、削り節、この食べ物はたこ焼きの進化系か、お好み焼きの亜種か、いつも私を迷わせるな。そうだね、どう、食べ物より私の怒りを聞いてくれ。冷める前に食べたいんだ。タコ版は1個150円とか200円もするんだぞ、めったに買い食いなんてしないんだから。ゆずきくん、すまなかった、存分に味わって食べてくれ。もう1個買ってあげようか。なんで涙目になってるんだよ。別に金がないから食えないってわけじゃない、作ろうと思えば自分で作れるから買い食いしないってだけだよ。ゆずきくん、しれっと家庭的なところをアピールするなんて礼儀狡猾、ずるいぞ。負けた、何の勝負だよ。お金持ちなだけの私と家庭的な矢崎くん、君の方が絶対好感度が高い、負けた。だから何の勝負だよ。それにしてもなんで返事が来ないんだろう。ちょっと気になったんだが、リリはその優な SNS ってやつを放置してたって言ってたよな。鈴木優奈から連絡が来たのはいつなんだ。ああ、2ヶ月前だよ。は？2ヶ月前だ。アホか！ 2ヶ月も放置して、今さら返事しても反応あるわけないだろう！ほわー！なぜ？怖い！そんなうさんくさい SNS、加入申請して返事がなかったら、いたずらか詐欺サイトだって思うだろうし、2ヶ月経てば向こうもとっくに忘れてる！うさんくさい？諦めろ。鈴木優奈からの連絡は多分ない。まあ、私も優奈って名前の人には興味があるけど。どうした？私は諦めない、百戦不当だ。ゆずきくん、今から私の家に集合だ。なんだ一体。